はい、大正大学文学部歴史学科の佐々木道郎です。今日は歴史学科の紹介をさせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。で、あのまず歴史学科の紹介ということなんですけども、あの歴史学科 というわけですから、歴史学って何なのかということをまず皆さんに紹介したいと思いまして、で皆さんは高校までに歴史というまあ日本史世界史という教科を学んできてるんじゃないかなというふうに思います。でじゃあ歴史学とどう違うのかということをまあ、ちょっと紹介したいと思うんですね。まあ、高校までの歴史というのは歴史に関するまあ教科書に書いてある知識を学んでくるということをまあ、基本線やってきてるんじゃないかなというふうに思います。 ですので、どうしても覚えるという部分が出てきて、きちんと覚えているかというようなことで試験に出て、で暗記教科というようなイメージがついているんじゃないかなというふうに思います。でもちょっと考えてもらいたいんですけれども、じゃあその教科書っていうのは誰が書いてるんですかね。あの教科書本に書かれている歴史的な事実とかイメージとかっていうのは誰が書いているのか、あるいはそれは本当に正しいのかっていうのが実は考えてみると疑問なわけですよね。で。 大学で学ぶ歴史学というのはあのそういった本に書かれているあの歴史的事実が正しいのかあるいは歴史像が正しいのかということを自分で調べてみる。で本や論文を読んでまず明らかになっていることを知るとともに資料を読みながらそれが本当に正しいのかということを考えていくということを勉強するんですね。であと まあその手法っていうんですかねそのやり方っていうのを勉強していくっていうのも一つの重要な勉強になります。で,ですのでそういった歴史的事実とか歴史像を究明するというのが一つの重要な勉強になってくるというふうに思います。そしてまあ4年間でですねあの勉強を続けまして自分なりに歴史の事実を発見とか発表していくで自分なりに歴史像を作り上げて卒業論文としてまとめ上げるっていうのが勉強ということになると思います。 でそして歴史学科の特色というのにちょっと触れておきたいと思うんですけれども、まあ、大正大学はあの高柳光利先生という方があの基礎を築かれましてでその先生の築かれたですね議論というのは資料に基づいてあの思想とか理論に基づいて歴史を明らかにするというわけではなくてで資料に基づいて実証的に事実を丹念に調べていこう。でそれに基づく、まあ、本当の歴史を 明らかにしようという学問になりますで、それをですね。実証私学と呼ぶんですけれども、それが伝統ということになります。そして、まあ、そういう実証、私学に基づきながら何に力を入れているかということになります。けれども、あの少人数のまあだいたいですね。10人から20人ぐらいのあの1人の先生に。 えっと学生がまあ、クラスとしてついくつくまあ、ゼミと呼ぶわけなんですけれどもゼミゼミとして一人の先生について勉強していくということを力入れていますでまあ要は身近に先生と接してですね勉強していくというのがまあ、基本ということをまあ心がけているという状況ですでそしてさらに現地に行ってですね歴史的なことがあった現地に行ってあの確認していく。 であるいは新たな事実を発見するというようなことをフィールドワークとして取り入れてましてで、まあ、学生高校がやるとともにゼミ合宿としてですね先生と一緒に合宿したりするというようなこともやってたりするということになります。であと学科の構成なんですけども、まあ、全体像としては定員がですね大体1学人で160名います。ただまああの年にによってででですすねココーーススごと,にコースごとに人数がが増減があるんですけれども日本種コースでは 約110名が毎年入ってきますで東洋史コースは約20名文化財考古学コースは約30名というのが、まあ、大体平均になるかなというふうに思っています。であとそれの、まあ、コースに就く先生としてはですね先生が日本史コースは10人で東洋史コースでは3名3人ですよね。で文化財考古学コースはまた3人ということで,で多くの あの160人の学生さんに16人の先生というの他の大学ではなかなかないあの構成になってますので身近に先生に接しながら学ぶことができる学科になっているということですでこれは一つのまあうちの力を入れていることになると思いますでそしてまあ卒業に向けてですけれども卒業に向けて取得できる単位としては小あの中学校高校のですねまあ社会科地歴科公民科のまあ教員免許 であと博物館の学芸員なんかでとして働くための学芸員資格でそして図書館のに勤めるための司書さんの資格などが取れるということです。で卒業生はさまざまな分野で活躍してますんで是非ですね皆さんには大正大学にまあ受験してくれてですねあの入学してくれて一緒に勉強してもらえればというふうに思っています。ですのでですね歴史学科に入ってもらって一緒に勉強していきましょう。はい、以上です はい皆さんこんにちは日本史コースの三浦達明ですこれから簡単ではございますが日本史コースの説明をさせていただきますまず最初に日本史コースの先生方の紹介をさせていただきます日本史コースでは専人の教員が10名いますこれから1人ずつの専門と簡単な紹介をいたしますまず古代史の担当は榎本純一先生です 先生の専門は律令制と国風文化です次に鎌倉時代から南北朝時代を担当していますのが私です私の担当は日本中世史ということになります専門は南北朝時代の政治史そして中世前期の朝廷や区芸について研究しています私の後ろの時代室町時代と戦国時代の担当されているのが木下正樹先生です 先生のご専門は室町幕府と将軍権力特に戦国時代の足利将軍について研究されていますその後の時代戦国時代から近世諸島にかけて佐々木道郎先生がご担当されています先生のご専門は東国の戦国史ということで佐々氏の研究をされております次に近世江戸時代に入ります江戸時代の担当は中川仁紀先生です 先生のご専門は江戸幕府の宗教特に天台宗旨を研究されていますまた日光東照宮の研究もされております江戸時代の後半は櫛田良道先生です櫛田先生は徳川将軍家の祈願寺そして江戸時代の文化について研究をされております次に近現代史に入ります幕末から明治時代にかけては福井敦史先生がご担当されます 先生のご専門は自由民権運動、それから明治天皇皇族宮内省ということで研究をされております。近現代史の後半は松本博之先生です。松本先生のご専門は近現代の政治史、また都市史、近代の水道史も研究されております。以上の8人の先生が古代史から近現代史までの担当になります。 日本史コースではまた伊藤博之先生は地域史習近平の文化史を担当されています先生のご専門は中世の石像物また東国の地域社会についての研究をされています最後に白木太一先生西洋史を担当されておりますが日本と西洋の比較を授業等で扱っております先生のご専門は近世のポーランド史です 以上10名が日本史の先生方になります次に簡単ではございますが日本史コースの授業とフィールドワークについて説明したいと思いますこの授業は古文書講読という授業で中川仁紀先生の授業です大正大学の歴史学科の特徴の一つが実証史学というところにありますがこちらの授業では実際の古文書を用いて授業を行っております次にこれは歴史基礎ゼミナールという授業で 大学近くの史跡を見学して先生が解説を加えるという形になりますこちらは近現代の福井篤先生の基礎ゼミになりますまた長期休暇中にゼミ合宿というものを行うこともありますこちらは佐々木先生のゼミ合宿で上官上席を回るゼミ合宿になっております 最後にこちらは私のゼミ合宿になりますが足利というところへ行きまして足利学校の見学というのをし,たしている際の写真になります以上簡単ではございますが日本史コースの説明とさせていただきます皆さんこんにちは東洋史コースの宮崎陽一と申します今日は私が 東洋史コースの学びについて、えー、お話をしていきたいと思いますまず東洋史コースの教員を紹介したいと思います上の方小林真二先生です専門は春秋戦国時代の外交史ということで古代中世史ゼミを担当しております真ん中が私専門は民進王朝時代の社会経済史近世 近代史ゼミを担当しております。最後に、進藤敦先生。専門は近世内陸アジア政治史ということになります。現在、小林先生と私で、え、二つのゼミを運営しております。東洋史コースでは。四年間の流れとして、まず一年生では基礎ゼミ。および基礎科目。二年生では基礎ゼミおよび基礎科目。 3年生になりまして専門演習及び専門科目4年生は応用研究及び専門科目という形で4年間勉強をしていくことになりますさてその勉強の内容ということですがまずはやはり歴史を通して何を学ぶのかということを少しずつ理解していくそして皆さん方ぜひ考えていただきたいんですよね。 歴史を学ぶことが自分や社会にどう役立つのかということこれを4年間で学んでいただきたいというふうに思いますただ歴史学の基礎は資料の分析ということになります資料を読んで理解し評価する力をこの4年間の授業を通して培っていくことになりますさらにフィールドワークで実際に文献を読んで理解したことを さらにその理解を深めていくということですねこれをやっていくわけですで、遺跡や遺物などの現物を通して実際に読んだことがどういうことなのかということを考えていきたいというふうに思っておりますそれでは実際に写真を通してですね授業の様子などを見ていきたいと思います左側の方は小林先生のゼミの授業の風景右側の方は これは夏季休暇の時に行われる合宿の様子です夏季合宿では資料をしっかり読み,読み込むというですね、えー、そういう授業をやることになりますさて先ほどお話しした「資料」ということですね、えー、これちょっと下の方に実際の我々が読んでいるものを挙げております。左の方からあ そそししてて実録そして答案こうした資料を読みながらですね歴史にについいててとと考えていくことになりますそしてフィーールドワークですね授業の中で近隣の博物館などに出かけるということもありますがこちらの方は希望者ということになりますが実際に中国あるいは台湾などに出かけていって遺物や遺跡を見る。 ということも行っております左の方からこれはあの台湾の中央研究院歴史語源研究所の博物館での青銅器の遺物の見学です真ん中は台湾に残るオランダが建てたゼーランディア城の跡ですねそして右側の方は日本統治時代の旧台湾総督府ですこちらの方は現在台湾総督府総統府と なって今でも実際に政治の場として使われているところですが中も見学できますその他ですね、えー、コースでは新入生の歓迎会とかあるいは学園祭大大祭ですね、えー、これのイベントに参加をしたりしております約80名のですね1年生から4年生の学生その中にあなたも入っていただいてぜひ 大正大学東洋史コースお学びを体験していただきたいと思っております以上東洋史コースの説明をさせていただきましたこんにちは、えー、文化財考古学コースの、えー、鹿島雅と申します、えー、よろしくお願いします今日は文化財考古学コースの、えー、先生方の紹介とそれからコースの特徴のある 授業二つをご紹介したいと思いますまず先生方の紹介です三人のコースの先生方いらっしゃいますけれどもお二人は考古学コースそれから考古学がご専門それから私は文化財が専門になっていますそれでは文化財考古学コースの先生方三人のご紹介をしたいと思います まずお一人目が水戸島先生です。ご専門は考古学考古学の中でも旧石器時代から縄文時代古い時代の考古学を対象に実験痕跡研究で、例えば石器などの実体顕微鏡で観察してそしてその痕跡から何に使われたかと。 いうようなそういうご研究をされています今学生たち写っているのは学生たちと一緒に顕微鏡で石器を観察しているところですそれからお二人目が同じく考古学をご担当されている塚田義道先生古墳時代から歴史,代歴史時代にかけての考古学を担当されていまして 先生のご研究としては埴輪や壁画など古代の菩薩美術の研究それから古代における日本列島と東アジアの交流そうしたことを研究されておられます今画面に映っているのは学生たちに土器の実測図の取り方を教えてられているところです。それから私私島です私は 美術工芸士それから博物館学を専門しておりまして特に仏教工芸という仏教で使う道具がインドから中国を経て日本までどのようにいつどのように伝わってきたかということを研究しております。今ははこれは 3年生のゼミの授業ですけれどもお寺の塔の神祖礎石ですねを画面で見ているところですけれども授業では教室で学んだことを実際に お寺の現地のお寺に行ったり、博物館や美術館に行って見たり、そういう大学と現場フィールド等を行き来して勉強するそういうような勉強の仕方をしております。まあ以上三名の教員で文化財考古学コースは行っております。次にコースの特徴のある授業二つご紹介したいと思います。 その一つ目が博物館実習二の授業です。えこれは文化財分野の授業になりますけれども、まああの左側では焼き物の梱包ですね、包み方の実習、それから右側は掛け服掛け軸ですねの取り扱いの実習ですけれども、将来博物館や美術館で の仕事に就いたとき備えてこうした実習の授業を多く取り入れています、まあ、学芸員の資格を取得しようとしましたけれども文化財考古学コースではほとんどの学生が学芸員の資格取得に取り組んでいます東京国立博物館江戸東京博物館はじめ国公立の博物館や それから長谷寺修法像遊行寺宝物館平等院ミュージアム宝相館日光山林農寺宝物殿など仏教系の大学である大正大学ならではのユニークな実習先が数多くあります特色豊かな資格の過程を展開しておりますそれからもう一つの特色ある事業として 考古学実習の授業をご紹介したいと思います左側はあの学内での測量の実習ですねこれはあのキャンパス内で測量機器を使って学生同士で実習をしているところですそしてそした実習を踏まえて右側は横浜市の実際にある発掘現場で発掘の実習を行っております こうした考古学の実習を通して将来は考古調査士の資格を取得しようということで発掘調査には考古学の専門知識のほか遺跡発掘に関わるさまざまな技術や地域の歴史として調査の成果を社会に向けてどのように発信していくかという さまざまないろんな能力が求められています文化財考古学コースでは考古調,調査士資格の制度を導入して将来そうした発掘調査に従事でき専門能力を持った人たちを養成しておりますこうした事業を通して一緒に皆さんと学んでいきたいと思っております。以上で 終わりたいと思いますこの3号館の4階が歴史学科のフロアになっていますこちらのフロアには6つの閲覧室と2つの教室があり主にゼミの授業で使われていますどの教室にも歴史学を学ぶ上で必要な参考図書や基本資料が揃っていて ゼミの調べ物をするときや卒業論文を書くときにとても便利です。私が卒業論文を書くときに主に使っていた資料がこちらになります。今いるのが第5閲覧室というところで、主に日本史の参考図書や資料集などが置いてあります。こちらを日本史コースの方は使うことが多いかなというふうに思います。閲覧室の奥にはパソコンが設置されていて、自由に使うことができるようになっているので、 もしも急ぎでパソコンを使いたいなという時があれば、ぜひ使ってみてください。大正大学の歴史学科には、歴史学を学ぶ上で必要なものが揃っています。先生方も親身になって相談に乗ってくださり、学習を高める上でのアドバイスや提案などをしてくださいます。大正大学歴史学科で一緒に歴史学の楽しさを学んでいきたいと思っています。どうぞご入学お待ちしております。